アイテム番号、SCP-651JP、オブジェクトクラス、ユークリッド・ニュートラライズド、特別収容プロトコル。SCP-651JP は2004年に不活性化したまま、現在まで活性化の兆候を見せていません。安全のため SCP-651JP 本体は2024年までサイト、8181において監視が続けられます。説明。SCP-651JP は、愛知県名古屋市の、美術館中には1990年より設置されていた一体のブロンズ彫刻です。SCP-651JP の設置されている台座には、日本語で、家族を守る、勇ましき母親、と題字が彫り込まれており、ブロンズ像はそれを象徴してか小さな子供を伴った夫婦の形をとります。このブロンズ像のうち、維持要請が認められるのはその父親、母親の像のみです。以下、父親の像を SCP-651JP、A、母親の像を SCP-651JP、B と呼称。SCP-651JP、A の眼球を模したブワから半径およそ14メートルの円内部が SCP-651JP が活性化する効果範囲です。この内部において、現在の日本で一般的に法律や道徳上ふさわしくないとされる行為が何者かによってなされた際、SCP-651JP、A、B は活性化します。活性化の要素には殺人や暴力、唾を吐きかけるなどの直接的なものから、周囲で D クラス職員によってなされた嘘や暴言のようなものも該当します。活性化の際、SCP-651JP、A は動き出し、像における子供を模した部分を抱きしめます。SCP-651JP、B は像の台座から降り、対象に向かって歩み寄ります。この際の SCP-651JP のいずれかの活動を妨害しようとした場合、それらも SCP-651JP による維持要請の対象となります。SCP-651JP、B が対象のそばまでたどり着くと、SCP-651JP、B は身を動かし、ジェスチャーを用いて対象を非難するような身振りを示します。その後、SCP-651JP、B はその維持要請を発揮します。SCP-651JP、B は対象に向かって歩み寄り、その人物の身体の一部や衣服などをつかみます。直後、対象と SCP-651JP、B はその場から消失し、SCP-651JP は不活性化し、この間周囲で発生したいかなる状況にも反応を示しません。消失から数日、数週間後に、SCP-651JP、B は元あった場所に出現します。この際、SCP-651JP、B のブロンズ製の衣服部分には乱れが生じているか、あるいは別の服に変わっている場合があります。この後 SCP-651JP は再活性化が可能になります。SCP-651JP は設置直後からその存在に気づいた美術館職員により警察に通報を受け、財団の知るところとなりました。SCP-651JP はその日のうちに財団によって回収され、いくつかの実験の後収容プロトコルの確立に至りました。ほい。事案、651JP、1。追加文書 SCP-651JP。2004年、財団サイト内で交流中の D クラス職員の脱走事件が勃発しました。実験中のポータルオブジェクトの活性化により、D クラス職員はサイト内に収容されていた SCP-651JP 付近にたどり着き、そこでエージェント、ゴブカリと相対しました。エージェント、ゴブカリは新人であり、SCP-651JP の情報を知らないまま D クラス職員を射殺しました。この際、SCP-651JP は活性化し、エージェント、ゴブカリと共に消失しました。2006年、エージェント、ゴブカリが SCP-651JP、B を伴ってサイトに帰還しました。直後に SCP-651JP、B は逃走し、サイトの地下、階まで逃げたところで不活性化しました。インタビューログ、651JP。回答者、エージェント、ゴブカリ。質問者、ワトザキ博士。
除。インタビューはエージェント、ゴブ仮の拘束に伴い行われました。エージェント、ゴブ仮へは身体検査が実施され、当時より装備していた武装は取り上げられました。記録開始。ワトザキ博士。それではインタビューを開始します。まず、あなたは、SCP-651-JP-B によってどこへ連れて行かれたのですか？エージェント、ゴブ仮、財団、です。ワトザキ博士。財団の別のサイトということですか？エージェント、ゴブ仮。いや、別の財団のサイトでしょうか。連れて行かれた先は多分、地球じゃなかった。あいつは俺を掴んで、なんていうか、飛んだ。あいつは、今いる場所と同じところまで俺を引っ張っていったように思いました。ワトザキ博士。あなたが気づいたことを教えてください。エージェント、ゴブ仮。飛んだ先にも同じような、SCP-651-JP みたいなものがあった。あいつは俺をそこまで連れて行くと、あえて多大座に歩いて戻った。俺はパニックになって、まずその場で吐いた。そしたら、SCP-651-JP がまたこっちを、見ました。信じられない。手部別したような面をして。そしてまた、あいつがこっちに歩いてきた。ワトザキ博士。それで、エージェント、ゴブ仮。あいつはまた俺を連れてどこかに飛ぼうとした。その時に、掴まれた俺のスーツの襟に、バッジが刺さっていた。あの時俺が着てたスーツでした。だけど違う。そこには、N、P、R、って書いてあった。そのまま SCP-651-JP は俺を掴んで、そしてまた飛んだ。次に飛んだ時、俺は自分の襟のバッジがそもそも刺さってないことに気づきました。俺は多分別の世界の財団みたいなもののところに飛ばされたんでしょう。そこは SCP-651-JP みたいなものがある世界で、そして SCP-651-JP-B みたいなものがちょうどない世界でした。ワトザキ博士。よく意味がわかりません。財団の調査では、SCP-651-JP-B は転移後に連れて行ったものをどこかに置いて帰還するのだと思われていましたが、エージェント、ゴブ仮。わかりません。あれが本当に家族なのか、あれが教育熱心な家族を本当にもしているのかなんてわかりません。あれが本当に家族を守るために、俺というものを排除したかったのかすらも。ただ、俺と一緒に飛んだ SCP-651-JP-B、あいつだけが、一緒に飛んだ後の世界でも唯一同じものだった。A の顔も、子供の服装も毎回少しずつ違った。B だけが同じだった。ワトザキ博士。それで、あなたはどうしたのですか？エージェント、ゴブ仮。気づいてからは、とにかくめちゃくちゃにやりました。飛んだ後に、子供の像に向かって殴りかかったり、唾を吐いたりした。その度にあいつは俺を掴んで、俺のいなかった世界に一緒に飛んでくんだ。あいつの心情とか、そういうものはわかりませんが。ワトザキ博士。では、あなたはそうやって巡り巡って帰ってきたというのですか？エージェント、ゴブ仮。疲労はしてませんでした。銃の弾も、飛んだら元に戻っていた。飛んだ先の俺は別の俺だったということかもしれません。むしろ疲れが見えたのはあいつの、SCP-651-JP-B の方みたいでした。ワトザキ博士。銃の弾？エージェント、ゴブ仮。途中から毎回唾だのゲロだのを吐くのが面倒になってきましたからね。少し待っていれば、財団みたいなところの誰かが、こっちに駆けつけてきましたから。私はそこでは財団みたいなものの職員の格好をしていましたし、そこまで警戒もされませんでしたので。ワトザキ博士。それで、撃ったのですか？エージェント、ゴブ仮。はい。私にとってみれば縁故もありませんし、あれは別に、財団職員というより、私からすれば、未知の世界の、未知の要注意団体の構成員だと思うことにしました。一人くらいなら、と。ワトザキ博士。それを2年もですか。エージェント、ゴブ仮。まあ。そのうち、SCP-651-JP-B がだんだん崩れてきました。まず顔の銅が溶けてきて、それから体でした。泣いてるみたいでしたね。
俺は、いいから早く元の、俺のいた財団に戻してくれればいいのにと思いながら、またどんどんと打ちまくって、そして、やっと帰ってこれたということになります。で、あの野郎は今、どうしてるんです?録音終了。現在の SCP-651JP-B、サイト、81に現在も存在している。